行動館は、江戸時代中期に、蜷川県が京都で建設した学問所。現在は文化の保存を目的とした、公益財団法人有筆祭行動館により運営されている。江戸中期の儒者、蜷川県の私塾であり、文人や大名の指示を得て建てられた。紀川は、落成から一年と経たず亡くなっている。その後、紀川のこの高村人氏が継いだが、 まもなく衰退した。現在、市地には茶室を要する隙や建築と南北に広がる茶庭があり、紀元の号をとって夕日祭行動館として2009年に再生、京都市から京都を彩る建物や庭園に認定されている。紀元の門人町である夕日祭授業門人町には1300人の名が記録されているが、その中には小石本都市松浦清山、 ホアシバンリなどがある。入門者の年齢は16歳から30歳が主であり、儒学の上級コースの塾であった。入門者の身分は、武家、僧侶、以下など多岐にわたる。また、日本全国から入門者が集まった。紀元の学は、大名からの指示を受け、平戸藩の松浦生産をはじめ、大海の税税藩、丹波亀山藩にも出向し、三千人とも言われた、門人は、 このような出向による門人も含めたものだと思われる。行動館の建設はかなり前から計画され、今日は2年には、京都において、学文書取り立てサルド修書を、奉行所に提出し、緊急にある学生が途中で廃学することのないよう、宿舎や図書を備えた建物を建設するために、土地の提供を要請した。この主意書は採択されなかったが、平戸、宮津、 ゼゼの諸公たちの援助によって、文化2年になか立ち売り室町西に行動館を建築し、翌年の5月12日に落成した。紀園は翌年に亡くなっているため、行動館で指導したのは1年に満たない期間であった。紀元の死後は、門人たちの援助を受けながら、この高村人氏が継承し、次に、僕人氏が継いだが次第に衰退していった。 2009年行道館の跡地へのマンション建築の動きに対して、江戸時代研究者や文化人らによる保存運動が行われ、行動館跡地に建っていた屋敷や庭の整備が始まった。公益財団法人有被災行動館の運営により、茶道・和歌のに関する講座を、チャカポンという言葉を用いて開催している。京都市営地下鉄、烏丸線丸太町駅もしくは、 今出川駅下車、徒歩8分、ありがとうございます。